こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、新曲の制作ですが、ですね、D メロに行くためのフレーズを入れようと思ったんですが、その前にですね、3番から加える打楽器を足すのを忘れておりましたので、それを足したいと思います。大鈴です。この辺かな？あ、違う。全然違いますね。どの辺だ？この辺？あ、これです、これです。はい、これを入れましょう。80、80でいいんじゃないですか？はい。はい。これをぐーんとぐーんとぐーんと伸ばして、どこまでだ？どこまでだ？はい。ここまでですね。おっと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 、次です、次です。はい。ここまでですね。はい。これをコピペしていきます。はい。はい、じゃあこれで3番を聞いてみましょう。ちょっとバランスを聞いてみたいんでね。はい。うん、レベルも、うん、レベルもこっちのトライアングルと同じぐらい出てて、ちょうどいい感じですね。はい、これでいいと思います。はい、じゃあちょっと元に戻りまして、本来やりたかったやつをやりましょう。やりましょう、やりましょう。まずドラムですね。これを、これをここにコピペですね。で、これをこっちだっけ？これでよかった。はい。これは全部消す。どっちにしようかな、どっちにしようかな、どっちにしようかな、こっちにしようかな、こっちだな。はい、 E1 使いましょう。はい、ここにもシンバルあったんだ。あれ？あれ？これも違う？こうだね。
こっちの方は音はこれで80で合ってんだっけ？合ってる合ってる。 OKOKOK。 でツッタッタン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 、はい。次はベース、85。これでいいですね。次、ギターは、うん、これでいいか。じゃあこれで聞いてみましょうか。できました。はいはい、これぐらいでいいでしょう。はい、ここ太鼓だけ聞きましょうか。まあこんなもんですね。はい、こんなもんですね。はい、じゃあいいでしょう。これでいきます。こっから D メロを作っていきます。はい、ボーカルを入れていきます。はい、ボーカルを入れていきます。ボーカルどこだ、ボーカル、あ、あったあったあった。ボーカルを、はい、入れていきます。はい、頑張ります。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。